府中施設奥に、調布飛行場の施設が見える、調布施設グラウンド配置調布基地、跡地運動広場は、東京都調布市、府中市、三鷹市にまたがっていた調布基地跡地に設置された屋外スポーツ施設である。記事名は、調布市の施設名であり、府中市側の施設は、調布基地、跡地暫定少年野球場、調布基地、跡地暫定少年サッカー場と呼称している。 通称として関東村跡地と呼ばれることもある。本校では調布市、府中市の近隣スポーツ施設も合わせて記述する。1941年に完成した旧東京調布飛行場が米軍占領を経て1973年に全面返還された。この間の経緯については調布飛行場歴史を参照のこと。跡地利用は調布市、府中市、 三鷹市が競技会を設け競技が行われた。現在、武蔵野の森公園、東京スタジアム、アミノバイタルフィールドなどと並び、運動広場が設置されている。年間利用者は、府中市側の暫定少年サッカー場が2010年度で約7万4000人。調布市側の施設が2005年8月報告書によれば32万人である。グラウンド管理は、 武蔵総合メンテナンス企業組合が行っている。現在のスポーツ施設は、府中市の施設名称が示すごとく暫定施設であり、近隣の用地も含め様々な計画が検討されている。ありがとうございます。